と、堀山と岡田監督を対談どう思いました気質でしたすいません。ああ、もう自分のね、あの、無力さというか、もうあの2人に比べてずっと後ろにいるなって思いましたね。どうお金を作るかとか、岡田さんの今治、もう今治のサッカークラブ盛り上げるというより今治っていう街を発展させるために何をして,って、それがいかにサッカーのためになる、サッカーと街づくりっていうので、こう、相互関係で、こう、登っていけるかとか、一つ一つのプランだったりとか、まあ、二人とも情熱あるし。 で、どうやったらお金作れるかとか、そうだ、分配金の話とかもね、チーム少なくした方が分配金増えるって話もそうだし、あの、まあ、チーム少なくするの反対かっていうと、それはね、まあ、僕は、そこは、ウルで賛成もできずでも納得もできるみたいなとこなんですけど、ただ、やっぱオンラインベッティング、スポーツベッティングがあると、あの、サッカー界にお金が入ってくるしとか、いろいろ、もっと良くするために改革するっていうのを、ちゃんと自分の行動と、 あと、理論を持ってやってる人たちの話だから、すごいいいなと思いましたね。だまだまだこの人たちに比べたら俺はオーナーできてないなと思って、自分の無力さを感じましたよ。それをね、体調悪い時だとより一層無力さ感じて、もうそんなことよりも、今はもう熱を下げたいみたいな。39度出たところからもう体温計測ってないですから、みんなで。<laughs> アムリム日本代表監督、合いますかね <laughs> すいません、非現実的です。いや、全然合うっていうか、来てくれたらもう本当神様みたいな扱った方がいいんじゃないですか。でもないですね。 日本に関しては、だってもう、そういうなんか、変なね、拙習性変な文化の中で監督決まってるから。次にね、JFA の会長が岡田さんとかになったら、田島さんが離婚しなくて岡田さんっていう説が根、ね、強いらしいんで、岡田さんになったら、当然会長の意向はね、監督選びに反映されるから、そこで変な人にならないかな、みたいなのは思いますけど、まあ、岡田さんのこともしかしたら信用しすぎかもしれないですけど、僕は。そこでね、他の候補とかね、言われてる人とかになったらやばいでしょうね。 あの、森保さんとかはその選手選考基準みたいなところでさ、代表の選手選考基準でもうこのビッグクラブいてほしいみたいなとかさ、この試合に出てほしいって言うんだけど、あの、選手に求める分自分やってるのかっていう、優勝を目標にしたみたいに言うけど、優勝を目標にするチームがなんで前からのプレスずっと決めてないのみたいな、そういうのあるから、でもそれでも森保さんのすごいところは、 あの、敵を作らないようにずっと行動するし、それによって影響力のある人たちを身内にできるから、結果不満がたまらず、みたいな。ずっとそこに入れる、みたいなのはあるからね。で、それは政治力としてすごい大事ない それによってだって中心選手の心も掴んで、近くにいる記者の心も掴んで、一応半径10メートル以内では敵いない状態するから。だからもうハリルとかは逆でしたからね。でもまあ、4年後に優勝を目指す監督ではないですけど、4年後に優勝を目指すんだったら、私的なとことに取り組まなきゃいけないし、今の選手たちで最大出力出せる戦術しなきゃいけないけど、それをできてないっていうのは明白ですからね。それできてたらね、今選手たちから上がってるような声とか上がんないですからね。 そうだから、田島さんだから森谷さん選んでるし、森谷さんだから七海さん選んでるしっていうになってるから、その田島さんのところが変わるのが一番大事だから、それが岡田さんになってくれってマジで思いますね。岡田さんはその、全部がいい判断じゃなかったかもしれないけど、未来変えるためにバランス取るだけじゃなくて思考する人だから。 道を切り開くっていう、押すとしての強さがあるから。そこは田島さんとの違いだから。トップにクゲがいるところが、トップに武士がいる世界になるかなって思って、ちょっと、今一番期待してるところですよね。日本サッカーが強くなる唯一の巧妙だと思ってます。勝たなきゃいけないから数外せる人ですからね。勝たなきゃいけないから中村俊介外せる人ですから。そこでね、選手が言ったわらーって言ってね、ハリル・ホジッチ、コミュニケーションの問題で退任でっていう人とは違うから、ね、自分がどう思ったかっていう、自分が責任しってやるのかっていうところをね、やれる人だからね。で岡田さんは思考の人ですよ。 じゃなかったら岡田メソッド出版して今治でオーナーやってね、スタジアム作っててあんないやれないよ。普通にだってね、元日本代表の肩書きだけ使って解説者やってたって飯食えるんだから。そういう人がトップに立つサッカー協会であり続けてほしいね、マジで。これがね、岡田さんになってみたら変なになっちゃってたら <laughs> ごめんだけど。僕はマジで岡田さんが日本サッカー協会の会長になってくれたら嬉しいっすね、今いる人の中では。宇宙めっちゃ感覚派だと思いますけど、その感覚がちゃんとセンスいいから本質をちゃんと捉えてるって感じしますね。言葉の表面上だとえっていう風に 聞こえることでも掘っていくとその本質的な話と結構合致するのが多いっていうか、まあ、全部を知ってるわけじゃないですけどねハンスいう時が多いよねこの生配信で取り上げる時。っていうかさあれなんだよね <laughs> 本当あの日本はねそのサッカーメディアが多分志をし本当に持ってる人が少ないんですよねなんでかっていうと 別に、あの、例えばさ、森康弘安とか出てきてもさ、めちゃくちゃふわふわしたこと言うさ、元選手とかの解説者とかばっかりじゃんじゃなくて、こうでこうでこうだから良くなくて、こういう意見が出ててこうみたいな論理立てる人がいないじゃん。で、そういう人って囲み取材から外されたりとか、代表とうまい関係を作れなくなるから、ご飯の種のために、 まあ、優しくならざるを得ないっていう感じなんだけど、それさ、それでいいのって、で、大した給料もらってないでしょ人生それでええんかっていう、いいんだろうね。うん。どこまでして囲み取材行きたいみたいな。ち応思うけどな。だって、囲み取材して何もさ、別に世間に影響を与えられてない人からさ、もう俺、え、映像しか俺見てないけど、その人たちのね、多分何十倍も稼いでるでしょ。はははは。 そうそうそう。本気で変えようとしてってとか、本気で日本強くしようとして、その行動を取ってんのかっていう、ただその現場に行って、なんとなくサッカー協会の人と仲良くして、なんとなく上目指さないサッカー見て、なんか選手が良かったらいいな、みたいな。でふわっとなんかその、なんか長いものに巻かれるみたいな記事書いて、でまた3ヶ月後、みたいな。一生やってるって思いますけどね、そういう人、本当にもう。そういう人とは一生、まあ分かり合えないし、分かってもらうつもりもないし、まあそういう人みたいな人が僕のことを最初から嫌いでしょうから、こんな言ったって問題はないですけど。 そこに志あるんかっていう。それだとそういう守り方しろっていう風に思うんですけどね。森屋さんだとこうでこうでこうだからこういいと。なんかふわっとなんかね、なんとなく嫌われないの、なんとなく戦術的っぽい、なんとなくの記事をずっと書いて。で、元選手はふわふわした批判してみたいな。そういう業界じゃね、なくできるのは、ね、上からは岡田さんだろうしな。下からは僕でしょうしって思いながらやりますけどね。僕がね、夢になればなるほど、僕のチームが強くなればなるほど、無視できないですからね、日本は。 でそういうしょうもない人たちが取材に来るんでしょう。で、その時に全部俺が取材拒否すればいいんでしょう。<laughs> つまんね記事書いてるから質問してくんな、つって。今は僕のチームなんてね、取材来なくていいですけど。来なくてもいいような弱小クラブですけど。えー、だからほんと志ある人が表に出て、その人たちがね、ここはいいけどここ悪いみたいな話をしてほしいですけどね。えー、最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。では、そしてこでした。バイバイ。